やっぱ無職の方がいいんだ。誰の足の裏でしょう選手権。ポキするな、ポキを。初めてのコーヒードリップ、初めてのポンコツ、やめてよ。あー、いい子だね、君たち。いい子、ゼロ件コーヒー。あー、いい子じゃない。それいただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。うまく、どうした、喋りかけてんの。いい子だね。まだやってんだよ。ほら、いい子じゃん。うん、あ、美味しいわこれ。コロンビー、あ、でもコロンビーやな。あ、コロンビー強めだね。コロンビーっすね、うん、強めっすね、ちょっと。そんなわかるんやもん、たぶん。はい、あ、みんなちゃんと椅子もある。撮ってるな、その角度。家何、家何持ってきた、何持ってきた。これっす。あ、まあまあなくなってるわ。結構いっちゃってるっす。桂川。一瞬でした。絶対嘘。絶対嘘。一瞬は嘘。感覚バグ。あ、デイグ。確かに。ホテル着きました。体はだいぶ固まったので。散歩に行ってきます。これでフェードするわ。これでこれでフェードすんの。これでフェードするこれでフェードすんの。いや、渋いな。ヤクザの11回なんだ。今日は天皇杯1回戦リアティン三重と試合です。三重には僕が琉球時代お世話になった監督がいるんで、樋口さんがいるんで、対戦するのが楽しみです。しっかり勝って次に駒を進めれるようにファイトしていきたいと思います。ちょっと暑そうですけど、90分間粘り強く戦いたいと思います。いい準備します。自宅に帰ってきました。
今日の試合は0対2で負けました。正直カテゴリーが下だとかどうだとか試合に入ったらあんまり関係なくて、今日の試合は相手の方が上回ってたっていう結果だと思います。こう一つ一つのプレーが結果に結びつくんで、もっとハードワークしないといけないし、もっと精度上げていかないといけないし、もっと整理していかないといけないし、そういう試合だったかなっていうふうに思います。鳥取から応援しき三重まで、遠い三重まで応援しに来てくれたサポーターには本当に申し訳ないですけど、来週はアウェーで今治と試合があるんで、そこに向けてとにかくしっかり準備をして、そして向上しないといけないですね。もっと良くなっていかないと目標が達成できないと思うんで、頑張っていきたいと思います。お疲れ様でした。